動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年5月の30日日曜日です。休日のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日は日曜日ですので、マーケットはあまり大きな動きはありません。ヘッドラインニュースも大きなニュースは入ってきてはいないんですが、唯一動いています仮想通貨市場、昨夜のビットコインですけども、アメリカ時間でビットコインね、下落いたしました。一時3万5000ドルをね、割れる水準まで下落しておりました。日本円にしますと370万円を割れました。現在ですね、時刻が16時12分ですが、ビットコインですね、393万9000円と日本時間に入りまして値を戻してきました。ビットコインですね、昨日のですね、370万円を割った価格からですね、日本円では20万円少々ね、戻してきたという感じで、まあ、一旦ですね、一安心というところではあるんですが、まだまだ